スナスナスナスノー AI 頑張れ頑張れスノー AI スナ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 スノー AI。 はい、皆さんこんにちは。今日はサムネのタイトル通りですね、皆さんに代わってスノー AI の新機能のつなぐという機能を徹底実験します。そのつなぐというのにどうしてこんな重要な話になるんでしょうか。まあ少しヒントは書いていますが、2秒の魔法というふうにしていますよね。2秒の魔法というのはですね、どこでつなぐかというのを秒単位で指定するようになっているわけです。それをサムネのように19秒でつなぐときと20秒のとき、21秒のとき、いわゆる微妙に聞き方によって、これ20秒かな、19秒でつなげばいいのかな、音楽においてこの1秒というのはとっても長いことです。1、2、このぐらいの長さでもう音に変えれば、とことんとことん、これがとことんが入るか入らないかというような微妙なところを皆さん気になりませんでしたか。気になるのは僕だけかな。やっぱりでもプロの仲間の人とかと話をしていると、そらそこ大事やでということですよね。ですから僕の方で細かく実験をしました。皆さんがもう実験をする必要はないです。つなぐという意味ではもう冒頭に言っておきましょう。うまくいきます。3つの指定、どこでもですね、なかなかいいようにいきます。でもそういうやり方をした後にもっと面白い結果が出てきたんです。当たり前ですけど、その AI はいろんな作り方をします。その後ろの作り方、とってもすごいんです。皆さん、自分が DTM とかに自信がありますか？僕はスノーをやればやるほど自分の自信がなくなってきました。こんなつなぎ方できるか、こんなフィルの入れ方できるか、なかなかできません。もう人間技ではですね、俺は俺のマスタリングがとかですね、言いたいのはよくわかります。そして周りででもそれを言ってくる方もおられます。でもですね、スノー AI は先日からの動画でも言ってるんですけど、課金すれば、もしくは課金しなくとも、ユーザーはクリエイトボタンをカチ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 と押せるんです。無料のユーザーでは5回だったと思います。有料ユーザーは10回押せます。いわゆる20曲分をカチ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 っていうような速さで押せるんです。そして約30秒後には全部の答えが返ってくるんです。本当に毎日毎日実験をする。その中で自信がなくするって言ったらちょっと言葉に語弊はあるんですけれども、まあこれからこういう時代だなということを感じます。じゃあ今日はですね、実験をしていたら長く感じますので、実験した結果だけ見せます。そして20秒を真ん中として1秒前の19秒、そして後ろの21秒、これで指定をします。まず元歌を聴いてください。元歌も面白いスノーを応援するための応援歌です。スノ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 AI頑張れ頑張れスノAI スノ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 AI はい。この手前の20秒のところ、ここでちょっとリタルランドのような部分になりますので、その手前でですね、切りたいんです。そんなことできるの？とまだ思ってらっしゃる方もいると思うんですが、もちろん無料ユーザーさんは悲しいかな、できません。でも、有料のユーザーさんにはですね、この左の画面のように、今19秒とかいう風になってますよね、ここね。これが出るんです。無料の以前の V2 ユーザーさんは、はい、これが出ないんです。
ですから V3 有料ユーザーさんはここに数字が出てくるということです。このようにしてクリエイトした結果というのがこちらの方につなぐつなぐ20秒が、まあ、2つですね。1回のクリエイトです。次は21秒でやってみました。そして次は19秒でやってみました。このようにやった結果をつなぎ合わせました。フルソングが6個できています。この6個のフルソングを結果として聞いていただきます。20秒のちょっと前ぐらいから流してみるようにします。はい、これが真ん中の20秒の結果です。次いきます。次はオーバー目の21秒と設定した場合の時です。Is it sky, babe? つなぐつなげすのは天才。これからはお前の時代だ。古い頭を変えてやるんだ。はい、これはね、後ろにできた曲が面白かったので長めに聴いていただきました。じゃあ次いきます。つなぐつなげどんどんつなげ、yeah! I love A ちゃん、シュナ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  AI、 頑張れ頑張れシュナ AI、 シュナ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  AI、I'm not afraid to die.
お前なら何だってできるさ。つなぐつなげ、どんどんつなげ。So he said, つなぐつなげ。はい、いろいろ途中からショートカットしたりとか、ほぼ全部聞いていただいたりしました。どうでしたでしょうか。皆さんそこで聞いていただいている限り、普通に違和感なくつないだというふうに思うでしょう。ただし、僕は一応サウンドエンジニアです。プロの音楽もいつも作っているわけですから、皆さんこの僕の意見を聞いてからもう一度確かめて聞いていただいたら少しわかると思うんですけれども、やはりちょっとはずれています。一般の人に関係ないほどのズレです。でもですね、うっと思うミリセカンドで言えば10ミリもしくは20ミリセック、このぐらいの範囲の中で若干もたったり走ったりしています。でもですね、それって普通の人の演奏の中でも走ったり遅れたり、もしくはわざとプロがここはちょっと重めに感じたい、だからもたらす、いわゆる後ろにずらす、もしくは軽快にしたいからちょっと突っ込む、このプロが技術的にやるぐらいの範囲、大きく分けて20と21と19と約2秒の差があって実験をしたんですが、その AI 自身はうまく処理をしています。でもその処理が微妙には違っているということだけは一応お伝えしておきます。でもこれはプロの領域の話だと思ってください。今日は皆さんに代わってですね、実験をしました。ですから微妙にここ何秒にしようかなというところはそんなに気にしないで、でもつなぐというのができますので、そのあたりでつなぎを入れていただくと音楽がきれいにつながって、前の音楽と後ろの音楽ちょっとイメージ違いにしようかな、そのイメージ違いとかいうのはこのスタイルオブミュージックで書いた時にそう大きくは変わってくれません。でももしかしたら今はアルファバージョンなのでこういう仕様になってるんですけれども、これが正式バージョンになったらスタイルオブミュージックに書いてあるものをもっと反映して、そこから後ろは変わったりとかということができるのかもわからないです。これからのスノー AI に期待しましょう。今日はご視聴ありがとうございました。またねー。